LMS モーガル蒸気機関車は、イギリスのロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道が導入した蒸気機関車の一形式である。ウィリアム・スタニアが設計した車輪配置2から6から0の脚下両容器で、1933年10月から1934年3月の間に40両が製造された。スタニアモーガルとも呼ばれる。ホーウィッチ工場のモーガル機である。 LMS クラブ蒸気機関車を発展させる形で、ホーウィッチ工場により設計されたが、製造はすべてクルー工場で行われた。彼らは、グレートウェスタン鉄道から、新任の主任設計技師のウィリアム・スタニアによって、持ち込まれた、いくつかの機能を加えた。特に有名なのは、テーパーボイラーである。スタニアを喜ばせるために、ホーウィックは GWR スタイルのトップフィードカバーを、 設計し、機関車13,245が、この機能を装備して登場した。スタニアは喜びを見せず、すぐに取り外して、通常の LMS タイプのカバーと交換するよう、命じた。クラブよりもボイラーの圧力が高いため、シリンダーは直径が3インチ小さく、シリンダーを水平に取り付けることができた。この点は、唯一のスタニアの設計だった。クラブと同様に、 機関車より狭いファウラー型淡水車を連結した。最初の10台は淡水車に適合した給水装置を備えていなかった。最初は番号が13,245、13,284だったが、LMS が1933年より実施した番号変更では、 標準期として、1934年に2945-2984に番号が変更された。イギリス国鉄は4万を数字に追加したため、42945から42984となった。本形式は常に黒く塗られていた。1940年代の質素で、また、蒸気機関車が終焉に向かっていた時期を除いて、 線が描き加えられていた。1934年の終わりから、スタニアは、客家両用のより大型な車輪配置4から6から、例の機関車に切り替えた。これが、LMS5 形状機機関車である。運行からの離脱は1963年11月に始まり、1967年2月に、最後の一両が離脱した。 最後から2番目に運用を離脱したグループの一両で、ある13,268、2,968号機が保存されている。この機関車は、セバーンバレー鉄道で復元され、2013年1月に運用を離脱後、2017年時点では、オーバーホールを受けている。過去に、 1994年後半から1998年初頭までと2010年5月から2012年3月までの2度、本来のファウラータイプの淡水車が修理中だったため、ブラックファイブの淡水車を連結して運行された。セバーンバレーレールウェイホームペ、リトリーブド2017年7月6日。ありがとうございます。